夜中に目覚める？夜の1時とか4時とかに起きてまう？睡眠専門医的にこんな人にはズバリ。皆さんこんにちは、睡眠専門医の厚見です。今日は睡眠専門医が教える中途覚醒のすごい改善方法3選をご紹介したいと思います。そもそもなぜ中途覚醒が起こるのか、実は僕らって自覚してないだけで、睡眠検査とかしてみると1時間に10回以上は目が覚めてることが多いんですよね。ただし中途覚醒があったとしても、ほとんどの人はもう一度すぐに寝てしまうし、中途覚醒したっていうことを忘れてしまうので、朝になった時に中途覚醒したとは全然感じてないだけのことが多いんです。じゃあなんで中途覚醒ばっかりしてしんどい苦しい眠られへんっていう感覚につながるのかっていうと、基本的には3つのパターンがあって、1つは中途覚醒の後眠れない状態のまま布団に留まってしまう、2つ目が刺激が多すぎて目が覚めてしまう、3つ目が正常の1時間に10回よりもはるかに多い頻度で中途覚醒が起こってしまう、このどれかになっている場合がほとんどなんですよね。今回ご紹介する夜中に目が覚める人のやるべき3つのこと、1つ目は遅く寝るです。僕たち朝目が覚めてから起きて過ごしているだけで、脳の中に睡眠物質を溜めていっています。眠気の元ですね。起きている時間が長くなればなるほど、この睡眠物質は脳の中にたくさん溜まっていくので、たくさん溜まった睡眠物質を眠ることによって使い切る必要が出てきて、長く起きて睡眠物質がたくさん溜まるほど眠りは深くなり、中途覚醒が起こりにくくなります。中途覚醒に苦しんでいる方の中には、早くお布団に入ることによってより長く睡眠時間を確保しようと過ぎている方も少なからずおられますけれど、むしろ睡眠物質が十分に溜まっていない状態で早く布団に入って長く布団の中に留まってしまうことによって、かえって睡眠は浅くなり中途覚醒が増えてしまうという非常に残念な結果になることも少なくないので、逆に少し遅く布団に入ることによって中途覚醒を減らすことが期待できますので、中途覚醒に苦しんでいらっしゃる方は15分程度でも構わないので、遅めにお布団に入るようにされると良いと思います。付け加えて、早くお布団に入ることによって睡眠物質がまだ溜まっていない状態で寝ようとして中途覚醒が増えてしまうというデメリットだけでなく、もう私は眠られへんといったような自分自身が不眠症になってしまったというネガティブな自己暗示をかけてしまうような強烈なマイナスの効果を与えてしまう場合もあります。同じことは中途覚醒した時に、布団の中でじーっとしてたらすぐにもう一度寝れるんじゃないかっていうような考えに陥ってしまって、20分経っても30分経っても眠れないのに布団の中に居続けてしまう場合にも、ネガティブな自己暗示を自分にかけてしまう結果にもつながりやすくなるので、中途覚醒で寝つきが悪い場合にも、中途覚醒によって再入眠ができない場合にも、一度布団から離れて仕切り直しをしてみるというやり方をした方が、かえって不眠を改善する役に立つということが報告されていることもぜひご記憶いただけるとと思います。逆に睡眠物質を使い込んでしまうような習慣、例えば午後の遅い時間に長く昼寝をしてしまう、あるいは夜のまだ早い時間に眠気がやってきてついうとうとと酔い寝をしてしまう、こういったことをすることによって、せっかく夕方とか夜までしっかり溜めてきた睡眠物質を無駄遣いしてしまって、結果的には睡眠が浅くなり中途覚醒が増えるという皮肉な結果になることも非常に頻繁に見られたりしますので、遅く寝るということに加えて昼寝を減らし酔い寝を避けるという3つのことに注意を向けていただくと良いのではないかと思います。もう1点追加すると、睡眠物質はただ起きて時間を待っているだけでも脳の中に溜まっていきますけれど、実は睡眠物質には疲労物質という側面を持ったものも含まれていて、日中軽い運動をして活動的に生活することによって疲労物質としての睡眠物質を脳の中に溜めていくことができて、睡眠を深くし中途覚醒を減らすこともできるので、日中の運動ということも中途覚醒を減らすのには役立つということも知っておいていただくといいのではないかと思います。2つ目、刺激を減らすです。刺激というのは2種類あって、外からやってくる刺激と内側から発生する刺激に分かれます。外からやってくる刺激というのは、代表的なものとしては光や音、匂い、触覚、そして温度や湿度などが挙げられます。こういった五感に対する刺激がその方にとって強すぎるものであった場合には、刺激そのものが覚醒レベルを引き上げてしまって寝つきも悪くなりますし、中途覚醒の原因になることも見受けられますので、ぜひ寝室が明るすぎないか、うるさすぎないか、柔軟剤の匂いがきつすぎたりしないか、お布団の感覚は肌に合っているのか、暑すぎたり寒すぎたりしないか、乾燥しすぎていたりジメジメしすぎていたりしないかどうかということも
一度チェックをしてみられた方が良いかと思います。そもそも我々現代の日本人というのは夜になってもめちゃくちゃ明るい環境で生活してますよね。我々が夜になったらぐっすり眠れるのって、実を言うと体内時計が夜だというふうに正しく認識してくれるからっていうのが大きな助けになっていることも少なくはないわけですけれども、太陽が沈んでもう夜になっているにもかかわらず室内の照明がこうこうと照っていて明るい状態で深夜を迎えたりしてしまうと、体内時計は一体今が朝なのか夜なのかよくわからない混乱状態に陥ってしまって、結果的にはぐっすり眠りたいと思っているのに昼間と勘違いしてしまっている体内時計の働きによって中途覚醒が起こるという非常に皮肉な結果になってしまうことも少なくありません。夜になると全く無音の状態だとなんとなく心細いということで、ラジオとか YouTube の音声なんかを聞きながら寝ようとされている方も少なからずおられますけれど、こういった音による効果というのはあくまで心理的な効果であって、寝てしまった後は音の刺激が大きくなったり小さくなったりするたびに目が覚めてしまって、結果的には中途覚醒が劇的に増えてしまうというような結果になってしまうことも実はよくあることです。あと多くの方が見落としがちなのはスマートフォンの影響です。スマホは日中の僕たちにとってはゲームをしたり SNS で交流したり知りたい情報を仕入れるための情報源として使われている場合がほとんどですけれども、体内時計、睡眠という立場で見た場合には単なる光の発生源だったり騒音の源だったり、一方的に情報を押し付けてくるような情報暴力と捉えることすらも可能です。できれば太陽が沈んだ後はなるべくスマホから距離を置いた方が睡眠にはプラスに働きますし、それが難しいようであればせめて寝室に入った後はスマホを情報収集以外の道具、例えば睡眠を記録する道具として使ったり、オフタイマーを設定して眠るまでのリラックス音楽を聞くための道具として使っていただくというやり方が、こういった IT 機器が放つ刺激からうまく身を守るためのコツではないかと思います。もう一つ忘れがちになっているのが内側からやってくる刺激です。内側からの刺激というのは私たちの脳の中で発生している考え事です。皆さんがお布団の中で眠れないという体験した時にどんなことを考えますか？ああ眠れなくてよかったわって思ったり、時間を有効に使えるぞなんて思うことはまずないですよね。あああれが悪くて眠られへんかったんか、昼間あんなこと言ってしもたんは間違ってたんかな、失礼やったんかな、みたいな過去の後悔ばかりを頭の中でかき混ぜてしまったり、このままずっと寝られへんのかなとか、将来の生活大丈夫かなといったような未来に対する不安ばかりを頭の中でかき混ぜてしまっているということが多いんじゃないでしょうか。こういった過去の後悔や未来の不安というものを眠れない状態のままで頭の中でかき混ぜてしまっていると、不安や緊張が引き金になって戦うための交感神経の機能が高まってますます眠れないという結果にもなりがちです。こんな時には頭の中だけで考え事を止めようと思っても大抵は無理ですので、一旦はお布団から出てみて、今頭の中でぐる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 回っている考えを A4 の紙1枚に10分程度時間を取って書き留めていただいて、書き終わったらその紙をもう一度畳んで枕の下に放り込んで、一旦仕切り直しをしてからもう一度お布団に入るというやり方をしていただくと、意外にすっきりした気持ちでもう一度眠りに落ちることができる場合も少なくないので、まだ試されたことがない方は一度お試しいただいてもいいんじゃないかと思います。そして3つ目、録音するです。何録音するの？いびきを録音するんです。これは睡眠時無呼吸症候群にかかっていないかどうかの確認です。睡眠時無呼吸症候群という病気は寝ている間に繰り返し呼吸が止まってしまう病気です。繰り返し呼吸が止まるとその度に酸素を取り込むことができなくなるので酸欠状態に陥ります。この酸欠状態っていうのは恐ろしく体に悪くて、4分とか5分間以上この状態が続くと命を落としてしまうことが分かっています。命の危険から脱出するために我々の体の安全装置が働いて、眠るのをやめて睡眠時無呼吸から逃げ出してくるわけですけれども、命をつないでいくために膨大な数の中途覚醒を経験していることが多いです。ひどい方になると一晩に500回とか1000回とか呼吸が止まってらっしゃるので、結果的には一晩に500回とか1000回目を覚まさなければいけなくなって、やたらと中途覚醒の頻度が増えることによって目が覚めたというふうに経験する、これが睡眠時無呼吸症候群による中途覚醒のメカニズムということになります。睡眠時無呼吸症候群の方では呼吸が止まって目が覚めるたびに膀胱の中に大量の尿が蓄積されることが分かっていて、呼吸が止まっているということに気づくことはできなくても3回も4回もやたらとトイレに目が覚めるといった経験をすることが睡眠時無呼吸症候群の発見につながることもありますし、呼吸が苦しくって知らない間に口を大きく開けてパクパクと金魚のような呼吸をしてしまっていることによって、中途覚醒の時にやたらと口の中が乾いているといったような自覚症状によって睡眠時無呼吸症候群に気づくこともあります。それに加えてご家族や一緒に旅行に行った方から、あんたのいびきひどすぎて全然寝られへんかったわといったようなクレームを受けたというような経験をされた方の場合には、実はそれは睡眠時無呼吸症候群に気づいてくれたという意味かもしれませんので、ぜひ心当
たりのある方は一度睡眠時無呼吸症候群についてもチェックしていただくのが良いと思います。チェックの際にはスマホのいびきアプリなんかを使っていただくと非常に簡単にいびきのあるなしや無呼吸のあるなしも確認できますし、病院を受診しても構わないと感じていただける方の場合には今は自宅でできるような簡単な睡眠時無呼吸症候群の検査も開発されているので、気になられた方はぜひ一度睡眠専門医を訪ねてみられて睡眠時無呼吸症候群の検査診断も受けてみられることをお勧めしたいと思います。動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではでは、じゃあねー。